マイケル・ J ・アンドリュースは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。ボストン・レッドソックス、シカゴ・ホワイトソックス、オークランド・アスレチックスでプレーした。1973年、アスレチックスでワールドシリーズに出場している。第2戦、アンドリュースは、試合途中から出場し2塁につく。延長12回て、 西満塁のところで、相手打者の平凡なセカンドゴロ、ところがこれをトンネルしに点タイムリーエラーとなる。さらに続く打者のあたりもアンドリュースは一塁へ悪送球し、もう一点を失う。オーナーのチャーリー・オーフィンリーは激怒し、チームドクターに無理やり診断書を書かせて、アンドリュースを故障者リストに入れさせた。ところが、これが、 MLB コミッショナーのボーイキューンの目に留まり、アンドリュースを故障者リストから外すように命令した。こうしてアンドリュースは通常通りベンチ入りすることができた。1975年にはアンドリュースの登録名で近鉄バファローズでプレーしたマイク・アンドリュースに関するカテゴリー。ありがとうございます。